こんにちは。今日は、飼っていた方が亡くなってしまった話をしたいと思います。この方は夏に、飼ってたんですけど、ここ最近結構寒くなってきたんで、急に冬っぽくなったんで、もう亡くなってしまいました。それでちょっとこう開けると、ここにそのクワガタがいるんですけど、ちょうどですね、この餌のとこ、ここに青みなんですよ。で、前カブトムシ飼ってた時もそうだったんですよね。仰向けで死んでたんですよ。ですんで、やっぱり仰向けになると、なんか本に書いてあったんですけど、カブトムシとかクワガタって仰向けになると、もうそれでもがくだけでエネルギー消費しちゃって、それで死んじゃう時があるみたいなんですよね。だから今回もそれで、もしかしたらこの餌を食べようとして、ここに、仰向けになっちゃったかもしれないですよね。でももう今12月近く、11月下旬ですから、結構長生きしたと思いますよ。まあ、うまくいけば、なんか越冬するみたいですけど、やっぱりね、ずっと常時監視してるわけにいかない。自分なんかは1週間じゃないな、3日に1回ぐらい確認したんですよ。この餌の、管理とかもありますから。だから見てたんですけど、まあ、こう亡くなってしまいましたよね。で、やっぱりカブトムシもクワガタも亡くなる前っていうのは、なんかもがくんですよね。こうガシャ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 激しく動いたりとかして、だから何かしら自分でもそのなんか異常を感じてるんだと思うんですよね。ただそれですごいやっぱり出たがってたんですよ、このクワガタもね。すごくですね、出たがってたんですよ、この人も。だから本当になんかあれかなと思って、本当は逃がしてあげたよか、逃がしてあげた方がね、この人のためにもなったのかなと思ったんですけど、まあ人じゃないですけど、そう表現するんですけどね。だから本当にこんな姿になっちゃって。ってことで、まあ多分ですね、まあ、カブトムシの時もそうなんですけど、この木あるじゃないですか、この穴の開いてるやつ。で、ここにこの餌をですね、こうやって入れとくと、まあ、これ入んないですけど、こうやって入れとくと、なんかこの木のところに種みたいのがいっぱい発生しちゃうんですよ、ここに。多分ですね、それも影響してんのかじゃない、影響してんじゃないかなと思うんですよね。だから、ここに置いといたんですけど、だってここ、なんかあれじゃないですか、登れないじゃないですか、高すぎて。まあ、登る、でも餌わかんなくて、これ死んじゃうと思ったんですよ、ここに置いといたら。ましてこう高いですし、こっからの距離がこんなにあって。で、これ餌死んないで、この人死んじゃうと思ったんですよね。だから、下にこう置いといたんですよ。そうすれば、ほら、ここに発生するダニもないですから、いいかなと思ったんですけど、結局、あれですよね、仰向けになって死んじゃったんですよね、多分。何かしら、やっぱり、もうそろそろ寿命なのかなと思ってたんじゃないですか、この人も。そう思います。前もカブトムシの時も、そんな感じでしたよ。やっぱり仰向けになって、こう、死んでましたし、あとやっぱりガシャ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 なんか、亡くなる2日か1日ぐらい前に、こう、結構激しい動きしてましたよね。だからやっぱりなんか外に出たかったのかなと思うとね、やっぱり、こう、飼うのは逆にかわいそうなのかなと思うんですけどね。まあ難しいとこですよね。まあ繁殖とかね、そういうので、繁殖とかそういうのやってる人たちはちゃんとしたその、温度管理にしてね、
やってるんでしょうけど、まあ自分なんかはそうじゃないんでね、温度管理もまあできませんし、まあエアコンね、家にエアコンがあるんで、それで少し温めるぐらいしかできないんでね。だからね、あとはどんな方法があるんですかね。まあ温める方法って言ったら、まあ自分なんかは農業関係とかそういうの好きなんでね、まあこの周りになんかこう、堆肥みたいのを置いてね、でその堆肥の熱でこれを温めたりとか、この土中の土を、そうすればこの人もね、もしかしたら冬越せると思うんですよ。冬越して、これはオスだから、あんまり関係ないかもしれないですけども、まあメスだったらね、その例えば幼虫とかそういうのを、保存するためにやる方法があると思うんですよね。まあ実際そのあれですからね、ご堆肥の中にコガネムシとか、まあクワガタとかカブトムシの幼虫がこういる時があるんですよ。その牛糞堆肥とかじゃなくて、そのほら森の腐葉土みたいなのをこうやって作るじゃないですか。葉っぱ集めて、それをこうやって山にする、山にして、そのままにしておくんです。そうするとその中に、こういう幼虫とかそういうのがですね、発生するんです。まあ発生って言っても外から来るんでしょうけど、だからそういうのと同じ環境をですね、この周りに作ってあげたら、もしかしたらですけれども、冬を越せるんじゃないかなと思って、思うんですよね。まあ、ということで今回は、まあ、12月の前にこのクワガタさんは亡くなってしまったってことですよね。いや、今日はとりあえずそういった内容を紹介しました。以上です。